皆さんこんにちは、ジェリーモデルの大谷凛香です。今日はジェリー12月号の付録、エモダとジェリーが作った16色のパレット、なんと2個もついてきます。ってことは32色もついてて、あとこれもメイクスチップもついてきて、すごい豪華で使える付録になってます。これを使ってメイクをしていきたいと思います。ぜひ最後まで見てください。じゃあ一番最初はアイメイクでも、なんかもうこんなあるから迷っちゃうんですよね、使う色。なんか普段メイクするときって捨て色がないアイシャドウのパレット選びがちだから、なかなか冒険できないんですけど、付録でこんないろんな色ついてきたら自分でもなんか新しいメイクやってみたいなって気持ちになるので、ちょっと普段はあんまり選ばない色を使ってメイクしたいと思います。なんかこの辺のグリーン、ちょっとラメも入ってるんですけど、普段なかなかこんな、なんだろう、抹茶みたいな色なかなか挑戦できないけど、今日はこの色をメインに使ってメイクしてみたいと思います。その前にこっちのラメが入ってないマットなカラーのパレットを目元にベースで塗っていきたいと思います。まずはじゃあこのホワイトベージュを目元に塗っていきたいと思います。もうベースだから指でこれを最初にやっておけば、ラメも揺れないと。じゃあこのカーキ、この秋っぽい色を次また指で塗っていきたいと思います。これどうなるの、どうなるんだろう、この色すごい馴染むですね。何分色味、見た目ほど、ね、そう、見た目ほど攻めてない、すごくないですかそれ。全然使いやすい、めちゃめちゃ。なんかカラーメイクしてるとおしゃれだなって思いますよね。おしゃれな人いるなって。すごい馴染む、では次このチップも使っていきたいと思います。じゃあ次はこのマットなパレットのブラウンを塗っていきたいと思います。塗っていきます。ちょっと上目に、塗っていきました。はい、じゃあ次はやっとこのラメのパレットを使っていきたいと思います。次、続いてこのグリーンを塗っていきたいと思います。これラメ入っててすごい綺麗なんだけど、そんな攻めすぎてない色味です。また重ねて塗っていけるなら調節しやすくていいですね。本当だ、いい感じに色が、あ、わかるかも。続いてラメの方のパレットのこのシルバーブルー使っていきたいと思います。もうがっつりラメ感を、これね、なんかグリッターっぽくなるんじゃないですか。なんか二重幅的にラメも上の方までしっかりつけないと。では続いて目を囲んでいきたいと思います。マットパレットのじゃあこのグリッターブラックを目の際に塗っていきたいと思います。今日はアイラインはしてません。スモーキーっぽい、うん、このまたグリッターの方のパレット、ラメの方のパレットの
このシャンパンピンクを目頭、下の目頭につけていきたいと思います。めっちゃ可愛いシャンパンピンク。じゃあアイシャドウは終わったのでマスカラ塗っていきたいと思います。持ってますからマイクロブラックです。すんごい細かい毛先のやつです。余分なの取ってから、下まつげの方がしっかりマスクまだ続いてるから目元をパッチリしたいとき下まつげちゃんとやらないと、なんかドヤーンってしちゃうような気がして、でも取りますちゃんと。じゃあ続いてこのマットの方のパレットを使って眉毛描いていきたいと思います。じゃあ眉毛はダークブラウンとラディッシュブラウンを混ぜて眉毛描いていきたいと思います。そう、眉毛って本当大事ですよ。一応アイシャドウだけど目にしか使っちゃダメっていうわけじゃないですもんね。だからシェーディングに使ったりもできるし、ってことですよね。チークもできるし、ブラウン、なんかペンシルより ハイライトにこのラメの方のパレットのシャイニーベージュを使ってみたいと思います。すごい、あ、本当だ、ほら、すごいです。こうやって見るとリップを塗って、じゃあ次はチークもこのパレットでやっていきたいと思います。マットなパレットのサーモンピンクをチークに使ってみたいと思います。私初めてです、シャドウのパレットをチークに使ってみるの。でもいけそう。おお、すごいいい感じ。すごい、眉毛もアイメイクもチークもハイライトも全部できます。すごい。じゃあ完成、完成です。というわけでこの付録の16色パレットを2つを使ってほぼフルメイクができました。すごくないですか。え、すごい。だって多分マスカラとリップ以外これですね。すごい。しかも結構攻めた色とか攻めたグリッターもあるから普段買わないような色を使ったメイクも楽しめるんじゃないですか。お得。ということで
12月号ジェリーぜひチェックしてください。